おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。今日はね、なんとアメリカに来てます。アメリカ。アメリカに来てますよ。ニューヨークではない。フロリーダ。フロリーダのウォルトディズニーワールドに来てますよ。せっかくこの海外のディズニーに来たもんなんで。そうなんです。俺のもう夢の夢でしたから。やりたい企画があるんですよ。なんちゃら。おい。こちら。はい。じゃん。100ドル札。100ドル札。ということで分かった。100ドルの笑いを届けよう、ま、外国の方を笑わせろみたいな。まずじゃあそれをやってもらいましょう。2ドルですディズニー好きの人に、海外のディズニーで急に100ドル渡したら何に使うかという検証企画になっております。なるほど、海外版ね。これはい、デブとかオタクとか格闘女子やってきましたけども、ついに俺がやる時が来た。ついにサスケさん。だって100ドルって日本円で言ったらほんと1万円ぐらい。1万ちょっとですね。ってことは日本よりもちょっと多めに買えるってことでしょ。同じ物価だとしたらすっごいワクワクする。こちらちょっと持ってください。私知ってるんですよ。持った段階で、はい、スタートになりますから。ちょっと、持たない段階でちょっと考えます。今もう始まってます。中に何中に何か売ってるかも全く分かんないし、始まってるんで。ちょっと待って、佐々木さん。はい、いくらぐらいするのかもう全然予想つかない。ストップウォッチがもうスタートしてます。もういっていいですか。いいですか。じゃあいいですよ。もういきますよ。すげえドキドキする。走らないでください。走らずに行きましょう。走らないでください。はい、もうストップウォッチがスタートします。すでに売ってるお土産。はい、どんどん行っちゃいましょう。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、さっきちょろっとだけ入ったじゃないですか。はい。その時にショップは見てないんですよ。はい。だけど多分俺が聞いた話によると、東京ディズニーランドとこのフロリダは似てるんですよ、構造が。なるほどね。だからワールドバザールはここじゃないんだけど、ワールドバザールみたいな、ほら見て、すーごいね、左右にショップが多分並んでるんですよ。なるほどね、これね。食べ物でもいい、お土産でもお菓子でもプレゼント何でもいいの、はい、それも自由に。いいんだね。大丈夫です。 OK、 これいくわ。わかりません。ここでやっぱりそう。はい、はい、めっちゃあります。スネークカップすごい 14.99 ちょっと迷っちゃう、迷っちゃう。何これ、ぐるんぐるん、ぐるんぐるんぐんぐん。見たことないのばっか売ってる。スタバあるよ。ほんとだ。ちょっと俺の一個大事にしたいのは、はい、はいはい、あの日本で買えないもの。確かにね、うん、せっかく来てるからだいぶ迷ってますね。すごい、セットセット 49.99 ドル。約5000だ。49.99。 50、一緒だ。基本 49.99 なのかな。30分しかないんですよ。今何分、今どのぐらい経過してるか。まだ4分です。あ、みんな焦っちゃうからな。そうですね、落ち着いていこう。そう、どんなものが欲しいとかあるんですか。ちょっともうほんとこんがらがっちゃって、でも分かんない。これみんなの気持ち分かった何が欲しいとか分かんないから、とりあえず一回見ないと分かんない。一回見たらもう時間ないよ。はい、5分出しましたよ。まだ100ドルから綺麗に残ってます。とりあえずミッキーのぬいぐるみ買うのか。もしかして東京にもそんなの似たようなのあるぞ。じゃあウォルトディズニーワールドって書いててもいいんだよ。ああ、確かに。こういうこと、こういうこと、こういうこと、そういうのね。うん、え、あ、いいや、これしようかな。このトレーナーもあります。あ、いいよいいよいいよ。じゃあお値段は 44.99。 いや、50ドル。その辺が多いんだわ。ちょっとキープアンドキープしよう。お土産で全部使っちゃうって感じですか。何があるんですか。いや、食べ物とか。あ、確かに。やばい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 。今鳥買うわ。さっきの鳥買うわ。なるほどね。え、半分いっちゃう。早くしないと、はい、やばいもんね。7分経過しました。まだ23分です。これいい。どっちがいいと思う、これと。青の方がいいんじゃない。じゃあこれ行きます。普段着るならあっちっぽくない。いや、普段から着てるよ。ちょっとこれ買ってくるね。購入ですね。 49.99。 はい。あ、意外と来ないか。お前行け。お前が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 。でよかった、半分の値段ぐらいで。コマコマ買ってたらさ、一回か並ばなきゃいけない。確かにね。え、これやばい、普通にもう無理じゃない。12人ぐらい並んでる。もう次からもうちょっと何となく考えておくと。確かに確かに確かに、いいアドバイスするじゃん。真剣に考えろ。服は買ったから、うん、日本に売ってない食べ物を買おうかな。あと、外で売ってるすぐ食べれる食べ物とか、食べ物で余ったお金でどうするかその時考える。なるほどね。ちなみに今10分経過しました。半分なんで、3分の1しかまだ使ってないんだから。これよくない。ドナルドの口の上 9.99 10ドル。それもうあと40ドルしかない。いけっしょ。出た、これ太りのやつ、肩に乗るやつ。 19.99 ドル。20ドル。それあと20ドルになります。買うわ。え、え、それであと20ドルしか使えないよ。20。そんな食べ物高くなってない。10ドル、10ドルで。こいつの名前なんていうんですか。名前わからないです。鳥。
これ並んでるだけの動画になるよ。早くして早くして、ハリアップ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 、ママプリーズハリアップ。結構まだ並んでるよ。全然進まないです。海外のレジはすごいコミュニケーションを取ってくれるんですよ一人一人のお客様との時間がすごい長いです。なるほどね。今ちょうど15分になりました。次です次です。ディズニーにやると無謀だよ。しかも海外に。終わりました。ここに行けるのか。はいはい。さあ、あと13分切りました。バイバイ。多分向かいにお菓子屋さんがあります。多分ディズニーランドだって言ったら違うな。ベーカリーだ、ベーカリーだこれ。ベーカリーです。来たのあっちかですよ。レディースです。レディースがジュエリー。これちょっとぽいぽいぽい。あ、ぽいぽいぽい。ひろひろ開けた。あ、なにこれ。アップルって書いてある。リンゴだ。リンゴですね。あと10分です。あ、これまで海外っぽいよ。確かに。ロリポップ。これいいじゃん。一応キャラ玉ですね。 6.99。 すげえ。これ夢のような飴。これしようかな。 6.99 ちょうどいいじゃん。メンバーにも名言買ってきたかったけど、これみんなにあげます。勝ち割って。あ、これも可愛い。こんな見たことないよ。頭になんかなってます。24.99 から買えねえわ。レジにすっごい並ぶ可能性あるんで、はい、もう行ってきます。これ早め早めに。カモンカモンカモン。うわ、すげえ、めっちゃいいじゃん。帽子。あ、7分40秒。はい。メリークリスマス。時間あと6分です。 OK OK OK。 いいよいいよいいよ。6分40秒。あ、外で食べ物買います。今食べれるやつ。こっちです。はい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 。余裕ありますね。はい。ここのもん行かないと外の食べ物が売ってないから。待って、これ何ドルって言ってたっけ。 6.99、 約7ドル。7ドルだから、あと13ドルだ。13ドル。こっちどこも混んでるわ。見て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 、めっちゃ混んでる。はい、あと5分です。やばい、どうしよう。これ多分トゥモローランドテラス。はいはいはい。東京ディズニーランドにもある。うん。レジがいっぱいあるお店だから。なるほどね。あ、すっげーついてる、すっげーついてる。すごいついてる。見て、あ、めっちゃついてる。これやってないんですけど。時刻あと4分切りました。で、店みたいなのある。ちょっとあそこにもう一から八がかける。あと13ドルだもんね。いろんなことがありましたけども、やっとここまで来ました。ここはファストパスですね。だよ、違うじゃないか。すげー混んでんな、おい。あと3分切りましたよ。だから走っちゃいけないっていうのは非常にダメージでかいです。ついに見つけました。見つけました。空いてて。はい、あと2分ですよ。スーパーレモネードとかで。スーパーレモネードスーパーレモネードが約7ドルだから、13使えて約7ドル。はい、スーパーレモネード1&ミッキーストロー。あと1分ですよ。ちなみにこれ食べ物飲み物は、はい、時間が来た時点でその残りはもう没収になります。 OK ですよ。分かってるか聞こえてるんですよこれ7と約7と4で11、残り2ドルくらい余らせます。今何分ですか。あと20秒ですね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、終了です。終了です。終了です。はいはい、これはもう、これ何、これはもう募集です。これは募集です。これ何なの。よくわからないマグマみたいの。いいタイミングでさ、10秒前しなかったギリギリ来るか来ないかぐらいの時にタイミング。いや、実際にそうだもん。急に10秒前言ってんの。もう俺の力ではどうすることもできなかった。いや、できませんよ。もう並んだ時点でどうすることもできなかったんですよ。これが来る前にもう飲みました、私は。ギリギリ一口だけ飲んでこれ残ったね。じゃあこれはメンバーにプレゼントします。買ってきたものちょっと発表してください。はい、レジに並んでしまいましたけども、はい、一目惚れしたジャン・ミッキーのトレーナー。おー、しかもウォルト・ディズニー。うわ、高いです。ここでしか多分売ってない、はい、やつ49.99 ドルで、レジ横にあったこれドナルドの 9.99 ドル約1000円。約1000円。おお、すごい。全然ドナルドの声ではない。待って、思ってるのと違う。喋ってみたら。おお、いい。あ、そう。このレジ横にあったやつ19.99 ドル。これね、ちょっと前から欲しかったんだよ。それスターウォーズに出てくるね、ミレニアムファルコン号の中にいる鳥。あ、そうそうそう、かわいいかわいい。すごい、もうインディージョーンズみたい。で、あと何買ったんだっけ。お土産買いました。これ何ですか。デカ飴です。 6.99 ドル、うん、で、さっきの飲み物とこれです。で、合計が 2. 何ドルの残ったぐらいだね。惜しくもあの飲み物だけ。見てください、まだクズクズいってます。待ってろよ、そんくらいいいだろう。手に取ったんだもん。いや、もう時間なんで。パンダさんの時とかもさ、カレー募集だったんで。そうだよね、はい、レモネードだから炭酸かなと思った最初。あ、だから恐る恐る飲み始めちゃったんだけど一気にいけたわ。あの黒いのは飲めなかった。あれ怖かった、何なのか分かんなかったから。
まあでも満足満足。意外と買えたっちゃ買えたけど、これ買っといてよかった。本当買ってなかったら余りまくって。余りまくってたね。それではこの動画が面白かった人はチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。それではグッバイグッバイ。 What Disney Resort ここでーす。ペットボトルで気をつけて。私が買ってきたのは、おいしい。じゃあいただきます。え、何？ガスがすごい。顔面にかかってるよ全部。ちょうどよかったわ、暑かったから。